バイロイト楽友協会は約5,500人の会員を要するバイロイト音楽祭の講演団体。1949年9月22日、リハルトワーグナーの孫、ビーラントとボルフガングの発案で設立され、1944年が直前で最後の開催となって途絶えていたバイロイト音楽祭を財政基盤の確立により復活し、再興することを目的としていた。 1951年、戦後初の音楽祭が開催された。協会の目的は、第一には、バイロイト音楽祭の財政支援にある。また、余剰金を活用して、リハルトワーグナー奨学金財団への寄付により、富裕でない層のバイロイト留学や、音楽祭鑑賞の支援をする活動にも、携わっている。過去に、音楽祭に投じられた資金は6,500万ユーロを、 超えており、直近の数年では、協会の年間収入は、毎年300万ユーロ以上に上っている。2001年以降、バイロイク楽友財団も併設されており、財団資産の蓄積のため、協会からの寄付金の形で資金が入る形となっている。2009年夏、旧来にも増して、スポンサー対策が重要になっている現状に鑑みて、 バイロイト楽友サービス有限会社が設立された。協会の財政支援により、バイロイト祝祭劇場と併設の歴史的建築軍の保存活動に対しては、過去数十年間にわたって全額が賄われており、修復や拡張工事の欠かせない財政基盤となっている。この他に、ワーグナー作品の新演出が組まれる際には、追加の財政支援を、 音楽祭に対して行っている。この見返りとして、音楽祭側からは教会に対して、毎年1万4000枚の入場券が優先的に提供されており、これは一つの団体への購入割当分としては最大のものとなっている。バイロイト音楽祭の財政を公演団体で賄う構想は、すでに1871年には、ワーグナー自身が抱いていたもので、 当初は1000枚の公演証書の売却を通じて、祝祭劇場の建設と最初のシーズンの予算を確保する計画だったが、1873年までに売却できたのは3分の1のみに止まったため、バイエルン国王ルートビヒ2世が介入し、資材を貸し付けて提供した。1921年に再度、公演証書が発行され、この時は予定の売上高を達成したが、当時は、 第一次世界大戦後のハイパーインフレーションによる貨幣価値の下落の煽りを受けて音楽祭の予算をカバーすることができなかった。これを受け、講演者らは講演団体としてバイロイト同盟を結成し、これに1925年8月1日には、オットー・ダウベの率いるドイツ青年バイロイト同盟が合流した。第三帝国時代にはナチスの手厚い庇護の下で、 音楽祭は国家予算で運営されたが、敗戦でその体制は終焉を迎え、講演者たちは音楽祭の最高に向けて動き始めた。この中心になったのはゲルハルトロスバッハで、この人物はナチス体制下で、気流軍団長となり、ナチス活動家として活動していたが、ワーグナー家とも信仰を築いていた。1949年9月、 バイロイトラクユー協会が結成された。創設メンバーには、産業界を中心に、ハンス・バールゼン、モーリッツ・クレンネ、フランツ・ヒルガーとその息子、エーバルト・ヒルガー、ヨアヒム・フィールメッター、ベルトルト・トバイツ、コンラート・ペーナー、アウグスト・レンツ、オット・ーシュプリン・ゴールムらが加わった。初代の会長は、モーリッツ・クレンネ。1950年。 協会は40万マルクを寄付金と無利子貸し付金の形で提供し、総額150万マルクに上った戦後初年度のバイロイト音楽祭の財源の積み上げに大きく貢献した。その後の会長は1954年から1969年までフランツ・ヒルガー、続いて1999年まで息子のエーバルト・ヒルガーが務めた。1953年、 協会も加わって音楽祭実行委員会が設立された。ここで協会は将来的に音楽祭予算の3分の1をバイロイ都市、オーバーフランケン行政管区と共同で負担することが決められ、残りの3分の2は国とバイエルン州に割り当てられた。その際に国と自治体側から出された条件があり、全額が公費負担となるのではなく、あくまでも 民間主導での財源確保が保障される場合のみ支援するとされた。1954年、協会の公益性が認定された。1973年、協会の仲介を通じ、ワーグナー家が祝祭劇場とワーグナーの遺産をバイロイトのリハルト・ワーグナー財団に関することを決定し、協会からはこの財団の代表部と評議会に代表者を送り込むこととなった。 現在の協会の会員数は5000人以上で、うち約500人はドイツ国外からの加入者となっている。結成25周年となる1974年までに協会から音楽祭に提供された総額は870万、マルクに上った。1985年から1987年にかけてバイロイト音楽祭有限会社が設立された際にも、 協会は代表者を送ることとなった。2008年、長年に渡り音楽祭奏監督を務めた、ボォルフガング・ワーグナーが退任すると、バイロイト音楽祭有限会社の組織改革が進められ、バイロイト楽友協会も4人の業務執行役員の一人となって、現在に至っている。残る3人は、国、バイエルン州、バイロイト市から代表者が出ている。4人の業務執行役員は、 管理委員会と役員総会で対等の議席と議決権を有している。2009年5月から2010年7月にかけて、協会の代表部では、ペーター・グロイシュタイン、ウルリッヒ・アンドレアス・フォークと、ハンスルート・ビヒグ・リューショフの退任に伴って内紛が発生し、それ以降、ゲオルク・フォン・バルデンフェルス男爵が会長と会計担当を務めているほか、 ゴルフガングワーグナーとステファン・ゲッツルが加わって3等体制で、引いている。上記の3党体制のもと、実行委員会が、会員総会を代表して、代表部を支える形をとっている。実行委員会は10人以上で構成され、委員長は2013年からメッツラー銀行の、ゲルハルトビ、スホイが務めている。2008年夏、バイロイト青年楽友協会が結成され、 約300人の会員で活動している。これにより、35歳以下のワーグナー愛好家にも、バイロイト音楽祭の支援と交流活動の道が開かれている。2010年、音楽祭現役講演者チームが結成された。バイロイト楽友協会よりも、規模の小さな講演団体として、音楽祭講演活動の新たな活動主体となって、活性化に一役買っている。 ありがとうございます。